続いてはカフェのコーナーです。今週はスタッドレスタイヤについて詳しくお話を伺ってまいります。ご紹介いただくのは前橋50号店の小野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて最近は暖かくなってまいりまして、まあ、ご家族で遠出されるという、ね、方も多いのではないでしょうか、まあ、お出かけ前にそろそろ夏用タイヤへ履き替えたいと、これ重要ですね。そうですね、はい、雪の心配がなくなったらタイヤ交換することをお勧めいたします。しかしながら、まあ、小野さん、このスタッドレスタイヤを来シーズンに買い替えるから、この夏の間もそのまま過ごしてしまうなんていう、ね、話もよく聞くんですが。そういう話もよく聞きます、はい、しかしスタッドレスタイヤは通常タイヤとゴムの性質から異なるので、夏場に使用すると性能が落ち、とても危険です。なるほど。まあ、あの冬用タイヤとも呼ばれるこのスタッドレスタイヤ、まあ、雪道などを走るためにも作られているということで、これ夏場に使用すると問題がやっぱりあるんでしょうか。そうですね、はい、特に夏の高速走行などでは、うん、夏タイヤに比べて激しい熱を持ちやすくなります。なるほど。まあ、こうイメージするとタイヤが熱を持つとやっぱりこう変形してしまうんでしょうかね。はい、うん、タイヤが変形すると運転性能は著しく低下し、バーストの危険性が高まります。まあ、そんな危険性も考えられるということで、まあ、これ注意していれば大丈夫という、そんな問題でもなさそうですね。そうですね、うん、またスタッドレスタイヤは通常タイヤと比べるとグリップ力が落ちるため制動距離が伸びます。そして排水性が悪いため雨の日にさらにグリップ力が落ち、危険です。なるほど。まあ、でもこうまだ使えると思うとちょっともったいない感じもするんですが、確かにスタッドレスタイヤの役割を果たさなくなっても通常タイヤとして使用することは可能ですが、今回ご紹介してきた通り決して安全とは言えません。事故を起こしてからでは遅いのできちんと履き替えをお勧めいたします。はい、まあ、そうですね、やはりこう何かことが起きてからでは遅いということですから、まあ、安全というためにもこう時期が過ぎたらタイヤを交換するのがいいですね。まあ、しかしながらこの小野さん、タイヤの置き場所なんですね、困るのはね。梨田さん、はい、そんな時に役立つのがスバルのタイヤお預かりサービスです。専用倉庫でお客様のタイヤを次の履き替え時期まで責任を持ってお預かりする、とても便利なサービスです。これはかなり便利ですよね。やはりこう保管場所にも困らない、それから手間もかからない、それからタイヤが傷んだりこう盗まれたりする、こんな心配もいらないということですから安心ですね。そうなんです、タイヤの摩耗損傷をプロの目でしっかりチェックし大切に保管いたします。富士スバルのお店へお問い合わせいただき、ぜひタイヤお預かりサービスをご利用ください。今週はスタッドレスタイヤについて小野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。